guys. Thanks for checking out Chris's room. 今日はですね、LINE の Q&A を答え。ごめんなさい。一応ロックってあれですよね。あの AFC になってればロック。違う。あ、MF になってる。MF がロック。そう、マニュアルフォーカス。そっか。Oh my god! 家について確認してたわけよ。そしたらなんとですね、録画されてなかったの。申し訳ないんですけど、ちょっと家から、その LINE の質問のところだけを、これが終わったらそっちに戻ります。愛さんから LINE の質問を受け取りました。昨日深夜1時くらいに自宅に持ち帰ってきた仕事をこなしていて、もう無理だ。自暴自棄になり、Google で仕事もう無理と検索したら、クリスさんの動画に行き着きました。今27歳で結婚していて、なんと大手企業に勤めています。27歳で今5年目です。Alright, back to the main movie. わ、すごい。で、バスケは全国レベルまで行ってたんだって。で、1年目は接客とかやって、で、まあずっと厳しい仕事やって、で、なんで大手に入ったかっていうと、まあ興味があったわけではなく、大手でかっこよさそうだからと理由で受けてみたっていう感じ。ところが私は本気で仕事に取り組んでいるんだけど、その充実感もやりがいもあんまり感じることができません。で、今の部署が私が一番下、まあ、先輩後輩があるから、その担当創業以外に、担当業務以外にいっぱいな仕事が渡されてくるんだって。本当に家まで持ち帰って夜深く朝の3時ぐらいまで仕事をやってるのが週の半分なんだって。で、上司と話したら、上司の理由が今後のためにとか、総合職なんだからっていう理由になるんだって。で、全く納得できずですが、飲み込んで我慢して仕事をしています。今の会社に我慢して長く勤めていられれば安定して収入が得られるのでしょうが、本当にそれで良いのかと毎日自問しています。まあこれは本当にいい質問だよね。ごめん、ちょっとね、日が暮れたんでカメラ変えます。変えました。意外と寒くなりました。 OK。 でね、やっぱり大手企業で働いているっていうのは本当に素晴らしいと思うんだよ。なかなか大手企業に入れる人もいないし、本当にそこをもう本当に全国の塾がいい大学目指して、で、いい大学に入っている人たちがなんか大手企業に目指すという感じなので、本当にそこまで行っている自分がいるっていうのは素晴らしいことなんだよね。で、ズバリ言っていいですか、あなたはすごいよ。大手企業に入れるんだったらもう自営業とか全然できると思うよ。あ、そこは多分言わない方がいいんだよな。でも、その才能はあるわけよ。それがこなすことができるわけよ。わかる？大手企業で今の5年間入ってて、週半分朝の3時まで仕事してるわけでしょ。ちゅうことは相当仕事こなせるんだよね。だからほぼどんな仕事でもあなたはできるっていう状態にいると思うんだよね。ちょっとね、今富士山がね、あ、月が見える。あ、ちょっとこのレンズで見えないかもしれないんだけど、綺麗でしょ。もう一つ僕が思うのは、その安心安定してる仕事が好きな人が世の中にはいっぱいいるんだよね。で、それはすごいんだよ。もし自分がそのタイプで安定して安全な仕事をできるんだったら最高なんだけど、でも人間はその安定安心なんだけど嫌いな仕事っていうのが嫌いっていう人もいるわけよね。で、ひょっとしたらもうちょっとリスクを取ってもいいかもね。その分安定安全は一時的には下がる。でもその辛い嫌なことは、まあ、なくなるっては言えないよね。やっぱり人生だからさ、全ての仕事で好きだけを仕事にしてるっていうのも、あのね、やっぱり嫌なことは出てくるんだよ。でも一つ言えるのは、自分が得意で、自分に才能があって、で、大好きで、で、本当に自分のためになって相手のためになるような愛が入っている仕事をやっていると、嫌いな仕事が来るとそれは自分の修行になるんだよね。なんで僕はこれを嫌がるんだろう、どこを嫌がってるんだろう、これが本当に自分に必要なのか、
必要なんだったらなんで嫌がってるんだろうって言って、この間の本田健さんとの、ちょっと撮影があったんだけど、やっぱちょっと好きなことだけやってるんじゃなくて、やっぱりその大人になっていくって感じで作業をこなしていく。でその分は間違いなく、その愛せることを仕事にしたら嫌いなことが修行に変わっていくっていうのは間違いなくあると思うんだよね。で僕がこれ本当に僕の勝手に思うことなんだけど、僕はこのね、こうやって生まれてきて嫌いなことを仕事にしなくてもいいよって知ってるわけよ、ね、それは僕の場合なんだよね。で僕としてそれすごい修行だったんだよ。もう子供の時から塾行ってて、小学校行って、幼稚園行く前に塾行って、幼稚園行って塾行って、小学校行って、小学校入って今度中学校に入れなくなっちゃうからもっと勉強しないといけないって感じで、で今度アメリカ行って、で本当に好きなことしちゃダメだよって、もうみんなみたいにこうやって一生懸命嫌なことで生きていかないとダメなんだよっていう風に思ってて、で自分はでもちょっとおかしいよって思ったの ね。ですごい勉強して研究して、そのビジネスっていうところを勉強したんですよ。でビジネスっていうのはどうやってお金が入ってくるかね、でお金がどうやって回ってくるかっていうのを知ったのよ。でそれはスーツ着てるから一生懸命働いてるからお金が入ってくるわけじゃないんだよ。スーツ着て一生懸命誰かの問題を解決することによって誰かが幸せになるから、楽になるから、痛いのがなくなるから、もっと喜ぶからお金が入ってくるんだよね。でスーツ着なくてもそれはできるわけよ。大手企業じゃなくてもそれはできるわけよ。例えば Google とかさ、ね、Google でスーツ着てる人ってさ、俺見たことないぜ。 YouTube で働いてる人とか Google とかね。で本当に今インターネットとかもあって時代が変わってきてるんだよね。で昔みたいに会社、大きい会社がなくても自分でインターネットウェブページでもう何万人にメッセージを届けることができる。で英語とかいろんな言葉も自動的に変わるから、自分のメッセージ、こうやったら幸せになれるよっていう、ね、問題解決できますよっていうのをインターネットで世界中に届ける時代が今だと思うんだよね。だからね、ポイントはちょっと正直言って一時的に安定を失うことになる可能性は正直言って高いんだよね。その覚悟を決めて動かないといけないっていうのはあるんだよ。で自分が得意で愛せる誰かのためになること、ね、例えば僕の友達とかでもうバスケ大会を全国で作ってるっていうのをやってる友達がいるんだよ、うん、でそれでもう本当に楽しい生活でワクワクしながら毎日生きてる仲間がいるんだよね。この間僕のセミナーでも来てくれて2時間ぐらい、1時間ぐらいみんなの前で話してくれたんだけど、でそのなんていうのかな、そうやって生きていけるわけよ。なんか楽しいこと、人が喜ぶこと、問題を解決することに、ビジネスの仕組み、ね、ビジネスの5つのこと、1つ目はサービスにする、商品にする、2つ目は人に宣伝する、人に伝える、で3つ目は実際に誰かにお金をもらう、その商品サービスで、で4つ目は実際にその商品を届けるっていう作業があって、最後はそのファイナンシャルマネジメントっていうのがあるんだけど、自分が愛せることにそれを形にしたら実際にできるわけなんですよ。で自分がこれやりたいなって思うことがあったら、正直な話ね、インターネットで検索とかするともう世の中にはそれをやってる人がもう何十人もすでにいて、ひょっとしたら何万人いるかもしれないんだよ。あ、なりましたね、5時の音だね。ちょっと暗くなってきましたね、やっぱり、うん、影が。オッケーオッケー、ちょっと一回止めよう。オッケーです。うん、オッケー。だから僕は本当にその嫌いな仕事でずっと無理してなんか永遠にやるっていうのは本当にやりたくなかったらやらなくていいと思うんだよ。で特に大手企業に入れることができる、大手企業でやり残ることができるっていう才能っていうか、もうすごい仕事ができることなんだよね。だからそれと自分が本当に愛せることを見つけてやっていけば、絶対それで間違いなく生きていけると思うんだよ。
で最初の1年2年はちょっと怖いかもしれない、まだやってないから自信がついてないからできないかもって思うかもしれないんだけど、もう本当にね、あの今多分自分が本当にやりたいことは仲間も出てくるぐらいだと思うんだよね。ごめん、最後にね一つだけ言わせてください。それはね、昔の時代は好きなことを自分だけでやるっていう時代だったんだけど、今は仲間と一緒にやっていく時代なんだよ。仲間とビジョンを合わせてやっていくんだよね。例えば僕がこの山に来て一人で Hey クリスですみたいな感じでやることもできるんだけど、実はこのカメラの後ろに僕の仲間がいるんだよ。でカメラを持ってくれる仲間がいるんだよ。でこれでまあね、今2人だけなんだけど一応2人なんだよね。で2人で愛せることを仕事にしていくみたいなこともできる。で本当に昔の時代は全部自分でやっちゃおうみたいな、自分だけが金持ちになればいいっていう感じだったと思うんだけど、これからの時代は、ね、特に今は仲間とやっていく時代。お互いの得意な部分を成長させて使い合ってチームワークでやっていくっていう時代があるので、それもよく頭に入れておいてください。 Alright。 あ、でもまずは仕事辞める前に収入源を探すっていうのも大切だから、あの急に仕事は辞めない方がいいからね。本当にこれ何やりたいのかっていうのをキュッて具体的に絞って、でそこがもう本当に明確になって、どのようなスキルが必要になって誰がやってて、そこからの収入はいつから入ってくるのかっていうのが超明確になった後に仕事を辞めた方がいいから、このビデオを見て急にみんな仕事辞めちゃうっていうのはあのそんなにしない方がいいと思うよと思います。 Alright、 じゃあちょっとめっちゃ寒くなったのでこのぐらいにしましょう。Alright、 月も見えるぜ。本当にメッセージありがとう。 And I'll see you next time on クリスの部屋。 I love you guys。 ごめんね、ちょっと暗くなっちゃったね。 Thank you guys。